佐藤博也です。どうも今日もお祭りなんかご苦労様でございます。今日第3回ということで少し名残惜しいんですけれども、今日は森の竹をですね、前は少し資料などお配りしてだいぶいろんなことをお話ししたんですが、今日は少し平泉というものと世界、それから日本文化というものをですね、少し土台にしまして、少しイマジネーションが、皆さんの心の中でイマジネーションが膨らむような話をさせていただきたいと思います。実は私の歴史研究っていうのはですね、私佐藤ですから、自分の家の系図書きがあるということで、その系図書きを解読した時から始まるんですね。それでその時に私のたまたま私の家が秀里流ということで、ということはその義経さん、それからあと飯坂の佐藤氏ですね、これは調べることに非常に平泉と一体となった、むしろ平泉の前線基地、一族ですからね、もし鎌倉が攻めてきたという場合にはあそこが前線基地になりますね。そして吾嶋山っていうところで実際に最大の激戦が起こったわけですね。それで今考えますとね、これが最初にいろんなことが分かりました。その自分の系図書きから、多分系図書きといっても江戸時代にですね、系図を買ったり売ったりしたっていうのは西洋茶飯事ですから、どこまでが本当でどこまでが嘘かって分からないんですけど、静止とは違う話がそこにあったりするので、非常に僕は興味持ったんです。その中で源義経っていう人が出てきたり、あるいは西行法師っていう人が出てきたりしたのでですね、非常に興味をそそられまして、そこから私の歴史研究が始まっているんです。ですからそう少しずつ少しずつその興味あるところに行き、またいろんな文献を解読してみると非常に面白いことが分かってくるんです。でそれでまずね、歴史っていうのは僕が思うに全体的に捉えるっていう視点がすごく大事なんですね。小さい視点でこの一族がどう生きたかとかっていうのは非常に入りやすいんですけれど、じゃあその時世界史はどうなっていたのよ、あるいは日本史はどうなっていったのよっていう視点を持った時に初めて見えてくるものがあるというふうに思うんですね。例えば元寇っていう、いわゆるモンゴルが、蒙古が攻めてきたっていう話がありますけど、あれの話の発端っていうのは中国の宋があれで滅ぼされる。で滅ぼされた宋あるいは金っていう朝鮮半島の人たちが一団となって日本列島を攻めてくるって、これはものすごい話でしょ。それをどういうわけか撃退してしまうっていう話がある。でもこれは世界史の中で見ると非常に面白いことなんですね。ただ単に蒙古が来たって、今でもね、蒙古来るぞっていう語り草があるように、これは蒙古の来襲から来てる、このいわゆる日本人の心の中で怖いものの一つの象徴として蒙古ですよね。そういうものとしてまだ残ってるわけですね。そしてこの今我々がこの解読しようとする歴史の中には、その後700年つまり武家の文化っていうのは頼朝以来ずっと700年も続くわけですね。徳川が終わるまで、その武士の文化っていうものがいかに日本人の心に形成するときに、いわゆる文化として形成するときに日本人の心を今はげ込んでるわけですね。そこが面白い。そして我々のこの感覚とか思考とかっていうものを規定してるんです。そこが面白いところですね。だから歴史をそういうふうにしてみると、自分の身近なものから世界史っていうところに、ちょっと大きな上の方から見るような視点ですけれども、そういうものっていう見た時に非常に面白くなるんですね。ですから今日何を話そうか、どこから話そうかって僕もワクワクしてて、実は昨日からですね、その音の状態が悪くてですね、でそれを考えると
どうも今日はこんなものを出すんじゃなくて自分の肉声で語ってごらんと、この一の蔵亭の魂、阿部寛さんの魂、そしてその阿部寛さんの奥にある阿部一族の魂が僕に言ってるんじゃないかと、そしてそのここに集まった人たちの心を揺さぶるような話をしてごらんよ、できればというようにこう激励されているような気がしますので、あの画面は一つ二の次にして、ぜひ私の肉声にしばしの時間ですけども少し耳を傾けていただければなというふうに考えております。さて、新渡戸稲造さんが武士道というのを書かれました。なぜ書いたかというとですね、西洋に行った時に宗教的な感覚を持ってないその民族というのはあるのかと言われた時に、何をおっしゃってるということで、新渡戸さんが武士道、日本人には武士道というものがあって、それが常にその人間行動、それを規定してるんだと、どういう時にはどういう行動するかっていうのはその武士道の中できちっと要するに決まってはいないんだけど、規範として心の中にちゃんとあるんだよと、これが新渡戸稲造さんの武士道の精神。そして新渡戸稲造さんは花とも呼んでますね、文化の花ということを言ってるんですけど、今日一番最初にビデオを見ていただきましたけれども、あれは鈴木のり子さんが撮ったものを僕は少し編集させていただいて、ショパンのノクターンっていう、これ今演奏したのはマウリッツォ・ポリーニっていうイタリア人で、多分今一番のピアノの巨匠、音がカキンという音がしているのが聞こえたと思うんですが、今一番ピアノでおそらく人の魂を揺さぶるピアニストだと思います。それとこのチューソンジャスが合体したっていうことが面白いところで、鈴木のり子さんがぜひそのマウリッツィオ・ポリーニの話もして、ノックタンというのはどういうもんだという話も、しろということだったんですけど、僕はあんま知らないのでこのぐらいにしておきます。さて、イメージをちょっと見てみたいと思います。これ秀平さんの肖像です。これ吉瀬さんの肖像で、今日は謎の人物元成さんという話もさせていただきたいと思っています。それで昨日ですね、電源が壊れて、それで一番伝えたかった人、西行さんの肖像はこれなんですね。で、実はこれがすっ飛んじゃいまして、全く今日は野暮な話なんで、これは肉声でさせていただいてますけども、この人はどういう人かと言いますとね、やっぱり武者なんです、この人も。それで武者を廃業した人ですね、和歌山の人です。佐藤紀清、秀里流の人です。で、この人は実は常清さん、あるいは秀平さん、もちろん清平さんもですね、連なっています。福島の佐藤氏、佐藤元春、湯野昌司、佐藤元春という人とも連なっています。で、通常奥州になぜ来たかっていうのは普通説かれてないんです。この人はやっぱり謎の多い人物なんですね。謎の多い人物であるがゆえにですね、いろんな伝説ができるわけですけれども、放浪流浪の歌人であるとか、あるいは和歌山の高野山の高野秘人であるとか、そのためにですね、いろんな伝説が生まれて、物語もいっぱい書かれてるわけですね。ですから、あることないこと、随分膨らんでいく人なんです。それで吉瀬さんと僕は似てるなというふうに思うところがあるんですね。これは折口信夫さんという歌人で、日本文化研究してる学者がおるんですが、紀州流離譚ということを言っています。紀州流離譚というのはどういうことかというと、これは血筋のいい人が流浪をして歩くと、
それで自己完結をしようと思って努力していくという紀州流リータンという考え方があるんですね。それでそれとここのところで一点でいくと、義経さんと非常に近いものがあります。義経さんもやはり源氏の棟梁の家に生まれ、世が世ならば頼朝にとって代わって武士の世を引き継ぐような才能あった人です。それで何か義経さんのイメージはですね、どうもその逃げて歩いて逃亡して歩くっていうイメージがあるんですけど、これは落ちぶれて、おそらく、義経さんは31歳で死んでるんですけど、このイメージはね、ひげも整わってないですよね。で、このやっぱりイメージはどこから来てるかというとですね、義経記ですね。義経記っていう構造を読むと分かるんですけどね、これかっこいいとこなんか一つもないんですよ。義経のかっこ悪いところを全部書いてるようなものです。つまり悲劇の部分だけを強調してるんです。それでなぜ義経記が生まれたかというと、これは日本人はこの紀州、つまり生まれ育ちがいい人たちがこの流浪したり落ちぶれていくっていうのをものすごく心打たれるんですね。要するにほら見ろざわ見ろっていうんじゃなくて、それが切ない悲しいっていうふうに思うんですよ。これが方眼美意あるいは半眼美意とも言われますけれども、その日本人の心の中にある一つなんですね。この紀州流リータンの中でこの落ちぶれたところだけを取り上げているのが義経記です。よく見てください。本当に落ちぶれて逃げて歩いてばっかりんですか。それでついに平泉に入り、秀平さんに迎えられて入っていくわけなんですけども、すぐに父とも慕う秀平さんが亡くなるわけですよね。で、やっぱり悲劇の武者、逃亡流浪の人っていうところが非常に誇張され強調され、でその対局にですね、武蔵坊弁慶ってのがいるんですよ。ところがね、これ実際の話はね、武蔵坊弁慶はものすごい強い人で悪僧のイメージがありますけれども、むしろこれは義経さんのイメージと一体になってるんです。狂気に満ちた弁慶っていうのはいますけど、あれ狂気に満ちてるのは義経さんの方で、弁慶っていうのは本当はですね、書を書いたりあるいは義経が構想したことをですね、戦略に移し、プロジェクトに移してみんなにそれを周知徹底するような人です。つまり我々が思ってる弁慶とその義経のイメージが混在一体となってですね、弁慶っていうものは弁慶像っていうのができてます。ですから弁慶と義経は一体と考えた方がいいです。それで中尊寺行かれるとすぐ分かると思いますけど、義経は祀っていないけれども弁慶堂ありますね。でしかも中尊寺の入り口のところには弁慶の塚がありますね。あれは僕はこう考えています。あれは義経さんという人はとりあえず朝敵になってますからね。朝敵だからたとえ中尊寺であるといえども義経を祀ったりですね、そういうことはできない。そうするとその代わりにですね、弁慶という人を祀る、弁慶堂を作るということがあったのではないかというふうに思ってます。須磨寺というところがあるんですけど、須磨寺には義経さんの笛であるとかですね、それから弁慶の書と言われるものがありますけれども、これ弁慶の書っていうのは僕はこう考えてます。つまりやはり文の人なんですね、弁慶っていうのは。だから義経がこういうふうに差配したこととかなんかを全部書き写す、そして命令したことなんかを弁慶が書く、それが弁慶の書として残っている可能性が高いと思う。藤沢の満福寺さんありますね。
あのちょうど鎌倉の入り口にあたるところですけれども、満腹寺さんに腰越城というものが残ってますけど、これも弁慶が書いたと言われます。つまりこれは何を意味するかというとね、やっぱり弁慶っていうのは武の人じゃなくて文の人なんです。それを後世の人たちがこうなんていうんですかね、面白おかしく義経のイメージと交錯してですね、誇張していくんですね。これが義経伝説の流れです。それで吾妻鏡ご覧になると分かるんですけど、 そもそも腰越城が吾妻鏡に載ってるんですよ。それから平家物語にも載ってる。で、平家物語とか吾妻鏡っていうのは割と時代とマッチして作られてますから、異形記っていうのとは全然蓄積化が違うんです。異形記っていうのはその後で人間が義経ってのはこうだったよね、ああいうことあったよねっていうのを自分の感情で書いてますけど、そうじゃなくて吾妻鏡とかですね、平家物語っていうのはある程度史実が入ってる。で、入った中にやはり義経に対する連品の情っていうのが起こってます。つまりその義経が亡くなったことに対してやっぱり鎌倉の人たち、あの武士の心を持った人たちはやはり義経っていうのは英雄なんですよ。それでね、もう一つこう突っ込んでいきますとね、そこに実はここに、ね、個人年表っていうのを今日の資料に挟んでますけどね、この年表の ところにですね、2ページ目ですね、後醍醐天皇を入れさせていただきました。後醍醐法皇ですね。で、この後醍醐さんっていうのは、まあ、頼朝さんに言わせるとね、日本一の大天狗という言い方して作詞だよということを言ってるんですけども、実はそうじゃないんです。後醍醐天皇っていうのはもう基盤が弱いんです。非常に院政っていうのは皆さんご存知ですかね。院政っていうのは天皇と上皇、要するに後醍醐天皇だったら院になりますね。この院が中心となって、で院長っていうのを作る。そしてそれが戦時っていうのを出したりして日本を支配するっていう統治のシステムです。院ですね。で、これは大体1085、6年、つまり白川天皇の時代、白川上皇の時代ですね。から大体平家政権が滅びるあたりですね。このあたり大体100年ぐらい続いたと言われています。つまりこれは平泉がすっぽりその中に入るところですね。だいたい清平さんが平泉に入ったのはだいたい1100年前後ですよねと言われています。ですからすっぽり当てはまっていて、この中の中尊寺供養願文にも白川天皇、鳥羽上皇の時代は永遠であるというようなことが最後に書かれて、院に対する忠誠の心が書かれています。後で中尊寺供養願文をご覧になると、前に資料をお渡ししてるんで見ていただくと分かりますけれども、この院に対する忠誠っていうのがある。そうするとこの政治的なスタンスというのが分かりますね。平泉は院に対してはことごとく従順なんです。何でも従うと。であるがゆえに中尊寺というものは護願寺なんです。院に奉ってるわけですね。それに対して、清平さん、清平さんじゃない、清盛さんですね、平家という人たちは内部で乗っ取ろうとします。つまり武家政権を院を倒すっていうのも、院を形骸化してその平家政権を打ち立て、一時打ち立てましたね。
それで福原っていうものに都を移したりします。それは京都っていう中にいると距離を置かないとですね、どうしても元の木阿弥っていうか戻るというので福原っていうところに都を移すんですけども、まあ、福原の都移しっていうのはいろいろ言われてますけども2つありますね。まず1つはやっぱり海に近い、つまり貿易を中心とした都がこれから始まるんだよということをいわゆる予測して貿易を中心とした国家を作ろうとした頼朝の、清盛さんの思惑が伺えます。と同時にやはり自分が日本を差配するときには陰ではダメなんだと形骸化していくというようなことがあるので、やはりその中で後白河法というのはものすごい苦労してるわけですね。今大河ドラマでありますけれども遊び人みたいに書かれてますけど、実はそういうことはないです。もっともっと資料深いし、もちろん遊び人であり、いろんな文芸にも長けた人なので、素晴らしいこと、素晴らしい僕は人だと思ってます。で、なぜああいう行動を取ったかというと、基盤が弱いからなんです。それで彼が考えていることは何かというと、まず平泉っていうのは自分たちに従順だから、これをうまく使おうということが絶対あります。それと同時に、平家っていうのはもう潰さなきゃいかんと。だから平家を潰すためにはもう一方の旗頭である源氏を動かさなきゃいかんということで戦時をね、平家追討の戦時を出したりするんですけども、これもやはり基盤が弱いからやってるんですね。それでそこでそのいわゆる平家追討の前に後白河法が考えていることっていうのは、天下三分の計って中国にありますけどもね、義職語っていうところで、でおそらく平泉と、まあ、関東それから京都というのがうまくこうバランスをとって生活するというような政治スタンスを後白河法は、まあ、いろんな政治的なブレインがいますから、そういう戦略をとっていたんだと思います。でも清盛は矢継ぎ早にですね、そのいわゆる院政院長をことごとくないがしにするような戦略を取る。それでついに源氏を消しかけて頼朝が伊豆に立ち上がるわけですね。そこで義経さんも行っちゃうんですけど、そこで平泉のやっぱり狂いが生じると、いわゆる3つの都市のバランスが崩れるんですね、政治バランスが。それがやはり秀衡さんがね苦労したところだと思います。だってそれはそうでしょう、平和の都ということでね、じいさんが作ったわけですね、清衡さんが。ところがその時代は武者のよう武家の世の中になっていくわけです。武家の世の中っていうのは戦争で物事を決めると、最終的にはそれを良しとした政権ですからね、これは自己矛盾ですよね。平泉にとっては自己矛盾です。でその自己矛盾をやはりの中で義経というものを、まあ16の時に来てるわけですけど、本当に秀衡さんという方は最後は悩みに悩んだと思います。それでちょっと年表をまたね、実はどういう年代かということを見るために、まあ、西行さんが一番ありますけど、秀平さんが1ページ目にありますよね。こう見るとですね、西行と清盛さんっていうのは同じ年の同期なんですよ。1118、清盛も1118ですね。これは本当に友達だったと思う。それはなぜ友達だという、友達という言い方は失礼ですが、同胞ですね。北面の武士の時代がありますから、大河ドラマをご覧になった人もおられると思いますけれども、北面の武士というのはエリートですよね。院の警護ですから。
今で言う、まあ、昔で言うと近衛軍ですね。天皇 の、 あのお屋敷を守って何かあるとすぐ駆けつけるという。でこの人たちは弓馬の道に長けてる、つまり弓と馬ですね。弓を取って馬を引いて太刀を持って戦うと、この道に長けた人たちですから、いわゆる武家武士っていうことでいうと、まあ頼朝も一目置いてるような人なんですね。あの最後にもう少し最後に話しますけれども、頼朝と実は西行が会ってる。で頼朝は何聞いたかというと、ちょっと教えてくださいということで、キューバの道っていうのはどうなってるんだと、あとは和歌のことも教えてくれなんて言って、まあ軽くいなしてますけども、そういうやっぱり頼朝がこうなんていうんですかね、こう仰ぎ見るようなそういう人だったということですね。それで秀平さん見てください。1122ですね。 3歳違いなんです。それで安倍氏の時代からね、大体京都には留学してるんですよ。それであと家庭教師もいるから、大体その弓とか和歌とかそういうものは勉強してるし、そういう面では秀平さんは若い時にはおそらく京都の都に留学してると思います。その時に親戚ですから常清さんなんていうのは当然会っている可能性が高いというふうに見るべきだと思います。そして西行さんがですね、大体30前後って言われてますけど、出家したのは23ですから、その後しばらく京都周辺にいて奥州に来ます。で奥州に来たのがですね、大体1147ぐらいって言われてます。これ30前後ですけど、これは学者によって少し幅があります。ですけども来たのは間違いありません。でそうすると30前後っていうことは、秀平さんは20代の時ですね。御曹司ですから、将来をまあ嘱望されてる人ですからね、そういう感じで間違いなくその縁故と、それからいわゆる秀里流の人が平泉でその都を作ってるんだってよということもあって、どういうとこ行ってみたいなという思いが募って行ったんだと思います。それで、まあ、ちょっと西行さんの話に戻りますとね、非常に最初顕微、最初顕微って女性に伝え言うような言葉ですけど、非常に美貌の人だったと言われてます。まあ、これは晩年で70歳に近い、要するに2回目の奥州に来た時の顔ですからね、美貌かどうか分かんないです。よく見るとですね、耳毛が生えたりしてて、年寄り特有のですね、やっぱりそういうものがありますから、これはおそらく写実的な絵だと僕は思ってるんですね。こういう人が若くなった時にどういうふうに見えるかという感じで、非常にやっぱり筋骨たくましくてですね、顎などもがっしりしていて、いかにもやっぱ武者という感じの人じゃなかったかなというふうに思います。それでこの人が、まあ、19で、歌を詠んだりしてるんですけども、それで23の時に、これは伝説では娘を蹴落としてですね、出家したと言われてますけど、これもまた一つの誇張であり物語じゃないかなと思ってます。それでこの裏にはいろんなことを言われてて、まあ院の奥方との恋愛感情があったということで、今回の大河ドラマでは面白おかしく言われてますけども、まあその院の奥方のお局さんとの関係と、まあ、堀川の局っていう人がいたんですけど、その人との関係、まあ歌なんかもお互いに寄せ合ってますから、そういう関係ではお局さんとの関係の方が強かったのじゃないかなというふうには思ってます。いろんな説がありますけれども、はっきり言ってわからないと。
でも分からないからまた伝説が生まれていくんじゃないかなというふうには思ってますね。それで西行物語っていうのがこれもやっぱ非常に誇張されたものでこのまま信用することはできないけど一部当たってるものがあるんじゃないかなというふうには思ってます。それと西行物語絵巻っていうのがありますからそこにさっき娘を蹴落としたりですね、そんで独身の今度大きくなった娘にですね出家を試みたりですねいろんなことをやっている絵がありますけれども、実は最初に作られたの後にも俵宗達が随分後ですよね。俵宗達って俵宗達の絵なんかもそのバージョンではあります。絵巻にはですね、ですから西行さんっていうのは非常に歴史的に愛された日本人に愛されるというか国民歌人じゃないかなというふうに思いますね。まあ中国でいうと徒歩とか李白にあたる人が僕は西行さんじゃないかなというふうには思っています。それで、なぜこういう人たちが慕われるかというとですね、やっぱり紀州が流離するってことですね。徒歩や李白も官僚だった人がそのいわゆるドロップアウトしてですね酒に溺れたり旅にこう行ってですね、それがなかなか素敵じゃないかというふうに思うんですけども、西行さんも同じですよね。でもね、西行さんってね金持ちなんですよ基本的に。和歌山に広大な土地を持ってますしね、大体その出家した後もね院と非常に親しくしたり、あるいは崇徳上皇なんて亡くなった時には泣いていったり、あとはいろんな付き合いしてる。だから後白河さんともね付き合ってる。だから第2回目にこの年表を見るとね、大体69歳の時1186に2回目の欧州入りがあるんですけどね、この時にはですねおそらく後白河法皇のいわゆる天下三分の計じゃないですけども、そういうことでつまり頼朝を牽制し欧州の動向を見て欧州をこういうふうに動いてくれというようなことをねおそらく伝えに行ってる可能性があります。つまりそのようにですね西行さんっていうのはこういう伝説でこう彩られたものとは違って常に権力の意向も孕んで動いているようなところもあります。裏では随分ですねやっぱり大船さんとも付き合ってるし院の方々とも付き合ってるんですね。これは方々に出ますから、ということはまあいろんな顔を持ってるんですよ。だけど金持ちだしやっぱり騎手ですからね、誰とも会えるわけですね。でその鎌倉で行った時も面白くて、神社の前のところに怪しいやつがいるって捕まえてみたら西行法師だと、こういうことなんですよ。だから何か探っついたことは確かですよね。ですぐ頼朝が対面するわけですから、えらいことなんですよ。やっぱ西行っていうのは鎌倉政権からすればスパイじゃないかと、ね、後白河法皇のスパイじゃないか、あるいは秀衡と縁故だからこれは秀衡もスパイじゃないかなんていうことを絶対疑ってますよ。ですからねこの頼朝と西行のこの対面会合っていいますか対面っていうのはね非常に劇的な場面なんです。だけどねなんかねあんまり歴史家も注目してないんですけど、僕は非常に注目してるんです、ね、一方でそのいわゆる東大寺の、まあ、大仏殿の肝心ということで欧州に金を無心に来たとこういうことなんですけど、実はいくつもの思惑それと政治的な意向を持って頼朝と西行さんは対面している。そして欧州に向かうわけです。69歳ですからね、昔で言えばかなりの年齢です。それで歌にもありますよね、まあ、歌は後で言いますけども、年たけて小ゆべきと思いきや、ね、
命なりけり左右の中山という歌がありますけど、あの左右の中山というところでこう高いところで、やっぱりこれ年取ると私なんかももうそうですけど、山登るの辛いですよね。これ年たけてまた恋べきと思いきやっていうのはもう一回行くわけですからね、また恋べきと思いきやっていう気持ちがよく表れた名句だと思います。で、西行さんの素晴らしさ、あの定海やそれから真珠年家なんかと違うのはですね、実感を読んでるんですね。これ特徴です。西行さんがやっぱ愛される理由っていうのはものすごく素直に自分の心をそのまんま歌にしてるところがあるんですね。これが特徴です。これで、あ、よくわかるその気持ちっていうのがあるんだと思うんですよ。ねえ、これやっぱ年たけてまたこういうべきと思いきやっていうのは、あとはそこでまあ富士山を見た時に風になびく富士の煙の空は消えて、空に消えて行方も知らぬ我が思いかななんてね、これはロマンチックですよね。そういうことですね。ですから西行さんというのは非常に謎の多い人物で面白い。そしてあの実はあの、高野山に天野というところがあるんですけど、その天野というところにはその奥さんと娘さんがそこに住んでたというところが残ってます。で、西行庵というのかな、西行、庵跡っていうところが天野っていうところにあるんですけど、そこにあの出家した娘と奥さんが住んでいたというふうに今でも言われて、そこは西行さんが有名なところですね。あと、高野山ではですね、壇上伽藍のちょっと下のところに西行堂っていうのがあるんですけどね、そこで西行は実はその時に高野山は内部抗争を起こしたんです。角幡さんという人が密教を改革しようとして、どんどん勢力を掲げて一山の長になるんですけど、その角幡、反角幡派っていうのがいて、それがぶつかったんですね。その時に西行さんは蓮華定院を建設して、その両方の人たちを仲良くさせようということで、今でもそのあれが残ってます。で、西行桜っていうのがありますし、西行堂があって、西行桜っていうのは手前にあって、そこに蓮華定院って言われるところがあって、その階段を登るとちょうどその大塔があるんですけどね、その大塔が焼けた時も西行さんはこの肝心のために清盛さんに、これ焼けちゃったんだよと、それで何とかしてくれということで、清盛、金持ちですかね、清盛は貿易で四股団を設けてますから、それで金出させて、で再婚してるんです。だからそういう、まあわけのわからない人だけど、よく考えてみると政治的ですよね。儲けはロマンチックなだけじゃなくて非常に政治的な人なんです。ですからいろんなことを言われてますけど、これからどんどん、例えば高野山で、まあ、高野聖人の一人じゃないかということを言ってる学者もいて、まあ、そういう一面もあるけど、僕はもっともっとちょっと深い面白い人で、今後さっきの、頼朝とその西行さんの出会いも含めて歴史的な見直しが起こるんじゃないかなというふうに期待しております。それは自分もその秀本流だからっていうんじゃなくて、非常に面白いというように思っております。そしてこれはですね、この西行さんの歌の中で僕がとりわけて好きなのはですね、で、そのコルモワーで読んだ歌です。これはまた2つの解釈があるので、ちょっと読んでみますね。ページ4ですね。ページ4真ん中あたりに、取り分けて衣を染みてサイズを渡る、衣が見に来たる今日を染むっていう歌です。これは僕は非常に名句だと思っております。それで西行さん
っていう人はですね、面白いのはものすごく立ったばっかりで綺麗なものとか、そういうガチンガチンのものは読まないです。無視です。それよりも別のものを 見るんですね。つまり僕はその本質に、西行っていう人は目に見えるものの奥にあるものとか、その奥にある情景をその歌にできる人、これは稀ですよね。しかもそれは実感あるいは実景として見えるんだということだと思うんですね。それで僕これ下のところに、なんと心に染みてくるんだろう、なんと心がさえざいとしてくるんだろう、今日まさに衣川を私は見たのだ、見に来たのだという考えを立ってる歌でね、これ僕はね、多くの学者はこれを若い時に、1回目の時に来た歌だというふうに言ってるんです。僕はそれでは合わないと思ったんです。この解釈も僕は1回目に来た時としてわざと書いてるんですけど、これが2回目だったらどうなるか。これは1回目っていうのはおそらく本平さんの時代ですからね。それでどんどん平泉が良くなる、で良くなる家庭の中での歌ですからね。だけど衣川っていうのは考えてみるとね、滅ぼされた安倍氏の町ですよ。要するに廃墟に行って読んでるんですね、これ極端に言うと。だからそうするとちょっと合わないかなというふうにも思うし、これは一番最初に30の時に来た平泉の実景としては合わないというふうに解釈して、私は第2回目に69歳の時に来た実感、実景だというふうには思ってます。これはですね、つまり69歳に来た時っていうのは、まさに平泉が戦争に巻き込まれて、その当時はですね、金も掘り尽くしたなんてことを頼朝に言ったりなんかしてるんですけどね、だいぶその砂金の産出も減ってきてる。ですからかなり苦労して大盤振る舞いした。その時に秀平さんの最後の代においてはですね、かなり経済的にもですね、歴史経済学でいうとかなり危険水域に来ていた時代じゃなかったのかなというふうに思ってて、それで戦争が起こる、戦争の足音がどんどん聞こえてくるっていう状況の中で読まれた時に、この歌はまさにその時の実景として映るというふうに僕は思ってるんです。それでまあ衣川行かれた方はあると思うんですけど、大体7メーターぐらいの狭い川です。だけど谷底になってますから、あそこは安倍氏の時代からものすごい砦ですよね。あそこを越えるってことは大変なことですね。あれを僕の友達は、この川はヨルダン川だなというふうなことを言って、あそこはまさに国境であり深い谷がありますからね、そういう場所なんですね。そこで読んだ歌で、衣川を挟んで泉ヶ城って行ったことある方あると思うんですが、あそこにはまあお城があったと言われてます。要所の地ですね。あそこはもう島みたいになってますから、まさに要所の地なんですけど、あそこなんかにはおそらく砦があって、そしてそこの行った時の僕は情景がこれに近いということは、この平泉もいよいよ戦争に巻き込まれるのかなという実感として、さえざえとしているというような緊迫感、緊張感を僕はこの中に見てるんです。それでね、これは次の歌ちょっと見てください。涙をば衣川にど流しつつ、古き都を思い出しつつという歌です。さてちょっと年表に戻っていただいてですね、まず西行さんが欧州の旅、2度目の旅に入ったのが1186です。だいたいこれ冬の時期に欧州に来てますから、衣川の歌は符合しますね。
そしてもう一つ次のページをめくっていただいてですね、義経が二度目に来た時ですね、1187、それで西行が1186、ですから大体義経が来たのは1187の春頃じゃないかと言われてますから、冬から春にかけてですから、ここでバッティングするんですね。僕は西行さんというのはさっき言ったように後白河法皇の天下三分の計って言いますか、いわゆる国が乱れないようにバランスを保つためには平泉がガチッと鎌倉の首根っこを押さえておく必要があるので、そういう要請があって西行さんが来ていることは確実なので、そのためには義経っていう駒が必要ですから、非常にそれで義経っていう駒が非常に軍事的に有能だということは後白河法が一番知ってますからね。ここは調拍子である静御前を義経に巡り合わせたのは後白河法皇だと思っています。あの当時の調拍子で静御前なんかは間違いなく後白河法皇なんかと付き合ってますから、そのサロンの中で一番さいたけてる女性、美しい女性を英雄である一ノ谷屋島で功を挙げた義経に巡り合わせるということはもう至極当然のことであるというふうに思ってますので、そういうことで後白河法皇が西行に与えた密命、それと義経っていう駒を考えるときに西行さんの存在っていうのは非常にクローズアップされてくるというふうなことがあると思います。そこでもう再度4ページのところに戻りますと、これは私の説ですから何とも言えません。当時義経さんはとりあえずはお尋ね者、朝敵ですから公に歌として書けません。で西行はどうするか、歌人、祭人ね、としてどういうふうに書くかというと、僕はこういうふうに書いたんじゃないかなというふうに推測しておるんです。涙をば衣川にどんながしつつ、古き都を思い出しつつ、いでつつですね。で、ここに言葉書きっていうのがあります。で、言葉書きっていうのは非常に重要です。で、奈良の僧、トガのことによりて、あまた、道の区国へ使わされしに、中尊寺と申すところに、まかりきたり、まかりあいて、都の物語すれば涙を流す。意図哀れなかかることは片引くことない、命あらば物語にもせんと申して、天国十回と申すことを読みはべりしに、というふうなことを書いています。これつまりは奈良の僧ということなんですけど、まあ学者によってはこれ奈良の僧っていうのは特定している人もいますけど、私はこれはね、西行ほどの人はこの奈良の僧というのに固くしてですね、義経のことを読んでるんじゃないかなと、ここに残したんじゃないかなと、僕は言葉書きを読んで最初に直感しました。これは私の説ですから何とも言えません。学者は否定するかもしれません。他の学者はつまり鳥羽のことをですね、罪を負って道の国へ使わされしにも中尊寺と申すところに、この中尊寺っていう言葉がですね、西行さんによって使われたのはこれが最初で最後、中尊寺という言葉は他には出てきません。中尊寺ともそこに まかり合いて都の物語すれば涙を流す。涙を流すというのはね、義経さんというのは非常に涙もろい人です。非常にもろい人。佐藤継信がですね、自分の屋島の合戦で亡くなる時にはもう大涙を流して、ね、自分の相場を渡してですね、このものを年頃に弔ってくれと、そういうふうなことを言って大泣きしますね。いつも泣くんですよ。泣き虫です。感情が激しいんです。それが義経です。ですから涙を流すっていうのはこれもう義経を象徴してるんですね。
で衣は二度流しているって、あの衣はいいですね。今義経の最後の地という接待館は行ったことあると思うんですけど、これはだいたい80メーター四方 の区画でですね、非常に広いところ、これは元平さんの奥さんがそこに住んで旅人を接待したと言われているところです。接待館というふうに言われてますけど、その区画で亡くなったというのがだいたい最近のですね、定説化しております。あの義経がですね、で私もそれはいろんなことで符合するということで、私もその説に今賛成しておりますが、あのそこの衣川にどう流しすると、おそらく義経と連れ立って衣川に行ったのかどうかわからないですけども、その接待館で義経と会い、そしてこう上を見れば中尊寺ですからね、奥大道っていうところはもうまさに通って、でまっすぐに中尊寺に伸びてますから、そこのところで語らったじゃないかなというふうに僕は思ってるんですよ。だって命あらば物語にせんですよ。そんな物語なんかならないですよ。だけど義経だったらなるでしょ。悪僧が何や戸があったって、そんなのはもう物語になりませんよ。義経だから物語になるんですよ。というふうなことで、私はこの歌っていうのは義経を読んだ歌ではないかというふうに推測しております。さてそこでもう少しちょっと深く言いますと、藤原元就っていうこの画面にもありますけど、これ謎の人物、これ謎なんですよ。謎って言ってもですね、2ページにちょっと大雑把にですね、年表で挙げました。だいたい生まれとしてはですね、1113から1123ですね、京都で生まれてます。それでまあ公家ですね、公家さんです。それで若い頃っていうか、まあ30から40頃ですけど、陸奥守を拝命してですね、奥州に来るんですね。その後なぜか奥州にずっと住んでですね、まあ元就の元平さんの時代ですから、この人物が京都とのいわゆる西行じゃないですけども、いわゆるこう院との調整というか、この人がやった可能性が僕は非常に高いというふうに思っているんですよ。そしてこの人の娘がですね、安平を産んでるわけです。でこの人はね、角田文苑さんっていう京大の学者がいますけど、これは福島出身の方で非常に優秀な学者ですけども、その方が随分その京都とその奥州のいわゆるこう解読っていいますかね、一条長成っていう人と実は親戚筋なんですね、この藤原元就。一条長成って聞いたことあると思うんですけど、これ義経さんのお母さんの常磐御前が再化した人なんです。清盛のところに一時目掛けとして置かれ、その後まあ歴史では秋田と言われて一条長成のところに嫁いだと言われる人なんですけども、この一条長成と親戚筋のもんですから、この一条長成と元就の関係で義経は奥州に下ったのじゃないかという説が浮上しております。これはもっともですね、一時は普通義経さんという人は金商人ね、神成町にありますけれども、金売り騎士のその金商人のそのつてで、奥州に下ったって言われてるんですけど、実はやはりそういう政治的な策略、つまりここにも後醍醐さんの策略が僕は非常に色濃くあるんじゃないかなと、そういう面で僕はこの藤原元就という
という人間に注目してるんです。で、私は今あのインターネットでもですね、藤原元成の研究っていうのがありますから、藤原元成の研究ってあの Google に入れていただくと僕の小論が出てきますから、詳しくあの読みたい方は藤原元成の研究で少し読んでいただくと少し詳しくあの見れるかと思っております。それで藤原元成はですね、あのこれ吾妻鏡を丹念に読み解いていくと分かるんですけどね、あの義経が奥州に入ってから元成康平にしょっちゅう手紙出すんです。あの鎌倉殿がですね、頼朝です。これやっぱりね、鎌倉殿はですね、非常に家康が尊敬した人なんですけど、家康も手紙いっぱい書いてますよね。あの戦国時代とはいえ、あの関ヶ原で勝った理由は手紙でどん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 ですね、あのやばい人間をどんどんその手紙書いて、うちに仲間してればお前のとこはもう絶対悪くしないからっていうことをいっぱい書いてますけど、頼朝もすごく書いてるんです。で、吾妻鏡を見ますとね、あの義経が奥州に入って以降、元成と康平にどんどん手紙書くんです。書いてます。それで差し出せと、差し出せば安泰だよっていうこと。それで元成さんってもともとこれは公家ですからね、武者じゃないですから、こういう脅しには弱いんですよ。脅しには弱い。それでまあさっと義経はその時にあの殺されるわけですけどね、康平さんに。だからこの義経をもともと連れてきた人間だけれども、この人はやはり脅しに弱い人で、久米さんですから。でもし平泉が、自分が作った平泉がですね、安泰でいられるならば、これは義経の首はしょうがないだろうということを考えても、あの不思議じゃないと。というところで、安平の決断の裏にはですね、この元成のいわゆる政治家としての判断があって、これは頼朝に落とされたんだろうという気が僕はしておるんです。それで吾妻鏡を見ますとね、この人は一族で捕まるんです。やはり接待館だと思いますけど、距離感がこう鎌倉の吾妻鏡から見ると分かるのでね、捕まっちゃうんですけど、一族はあの大した武者でもないので、あの放免したみたいな書かれ方、大した武者じゃないんですよ。要するに武者じゃないんです本当はね。だけど僕はこの人は頼朝にとっては功労者なんですよ、ね、だからあの京都におそらく返したと思います。で頼朝はとってはしめしめなんですよ。だから首も取らずにね、放免してるんだと思います。そういう謎の人物が元成さんです。前半はですねここまでということで、また15分ぐらい休憩しまして、お話を進めたいと思います。よろしくお願いします。